ねえマリサ、なんだ戦場にでも行きたいのか？行きたいわけないじゃないの。それに旅行に行くの？ってノリで聞かないでよ。私は平和主義者よ。じゃなんだい？以前出した動画で、延命治療の暴露団と、どう延命していくかの手段について述べたじゃない？ああそうだな。現代日本の医療での、人生の最終段階では、そうやすやすとなくなれないどころか、死なせないように様々な残酷な手段を使って、自然な平穏死ができないようにしていく。そんな話だったな。まさに日本医療の闇って感じよね。で、その残酷な延命治療を避けて、自然で安らかな死を実現する方法に、リビングウィルを用意しておくというのを聞いたんだけど、マリサは知っている？もちろん知っているし、俺も日本尊厳死協会に会員登録しているよ。よし、じゃあ、今日はリビングウィルについて語ってみようか。よろしくお願いするわ。人生の終幕の時、あんな凄惨な事態に私は会いたくないもの。まあ後で言うがリビングウィルは、決して万能であるとも言えないんだがな。まあそれも含めて話していこうか。お聞かせ願おう。まずはリビングウィルについて説明していこう。リビングウィルは英語では、Living Will。Living Will。と言ってウィルには遺言書という意味がある。遺言書というと誰かが亡くなった時の財産分与に関する書面をイメージするわね。そのウィルの前にリビングがつくと、亡くなる直前の医療治療に関する遺言書となる。このリビングウィルは、1976年カリフォルニア州で有名なカレンクインラン事件の後、法的効果がある、と認める法律が制定された。その後、州によって多少内容が異なるが、すべての州でこのリビングウィル、終末期医療に関する自己決定を尊重する法律、が制定された。カレンクインラン事件は超有名な歴史的事件だからいつか取り上げないとね。そうだな。いつか語りたい話だ。このリビングウィルは、例えば、病状末期で余命宣告され、昏睡状態になったり、脳死の状態になってしまい、本人に医療の意思決定能力がなくなった場合、死期を単に引き延ばすためだけの生命維持装置による延命治療を、希望するかしないか等の、終末期に受ける医療に関する患者本人の要望を明記したものだ。以前の動画にあったような、遷延性意識障害の患者さんのような方ね。そういう状況に陥った時、どうするかの本人の意思を表示した書面がリビングウィルということなのね。そうだ。これはアメリカ全土をはじめ、多くの先進国ですでに法的に採用されている仕組みだ。日本では採用されていないが、いわば尊厳死が法的に認められているという状態だ。そうなのね。もし、このリビングウィル等がなければ、家族の代理医師に任せるか、医師の判断に委ねるかになり、本人の意思は反映されないことになる。病状末期の時に効力があるこのリビングウィルは、本人が事前に医療に関する要望を明確にしておくことで、家族のためということにもなっている。本人の明確な意思を知っていれば、そうなった時、家族も安心して対応できるものね。このリビングウィルがあることによって、医師も合法的に人工的な延命治療をせず、本人の希望通りの自然な死を、迎える状態にすることができるんだ。日本以外ではね。ところで、このリビングウィル、一応日本にも定番の書式が提供されている。本当に、寝たきり高齢者がうじゃうじゃ病院、老人施設にいるのだから、ないんじゃないの。あっちこっちの病院、老人施設で寝たきり老人がベッドでもぞもぞしているイメージがあるのだけど、このリビングウィルを発行して管理してくれている団体があるんだ。それが日本尊厳死協会だ。そんな団体があるんだ。協会は独自のリビングウィルの書面を発行して、登録している会員を一括管理している。もしもの時、これを医療機関や医師に提示すれば、無駄な延命治療を阻止したい医師が受けられやすくなる。もし医師、要望が拒否されそうなら、協会の方が医療機関に働きかけまで行ってくれる。ふーん、そんな団体があったんだ。まあ詳しくは日本尊厳死協会の立派なホームページを参照してくれれば良いのだが、ここは、宣伝も兼ねて、少しだけ協会の方針を紹介しておくな。回復の見込みがなく、すぐにでも、命の火が消え去ろうとしている時でも、現代の医療は、あなたを生かし続けることが可能です。人工呼吸器をつけて、体内に酸素を送り込み、胃に穴を開ける医療を装着して栄養を摂取させます。ひとたび、これらの延命措置を始めたら、外すことは容易ではありません。生命維持装置を外せば死に至ることが明らかですから、医療者が躊躇するのです。あらゆる手段を使っていきたいと思っている多くの方々の意思も尊重されるべきことです。一方、チューブや機械につながれてなお辛い糖尿を強いられ回復の見込みがないのなら、
安らかにその時を迎えたいと思っている方々も多数いらっしゃいます。平穏し、自然死を望む方々が自分の意思を元気なうちに記しておく。それがリビングウイル、LW です。リビングウイルとは、未亡尊厳死協会は、治る見込みのない病態に陥り、死期が迫った時に延命治療を断る。リビングウイル、終末期医療における生死事象を登録管理しております。各人が署名したリビングウイルを医師に提示すれば、多くの場合、延命治療を施されないことになります。人工呼吸器や胃ろうなどによって、生かされるのではなく、安らかで自然な死を迎えるために、元気なうちに作成する人が多いですが、病を患って自然な死を望む人が署名するケースも増えています。その主な内容は、不治かつ末期になった場合、無意味な延命措置を拒否する。苦痛を和らげる措置は最大限に実施してほしい。回復不能な遷延性意識障害、持続的植物状態に陥った場合は生命維持措置を取りやめてほしい、というものです。延命治療を中止するだけでなく、痛みや苦痛などを取り除いて安らかな最後を迎えたいと願っている人が少なくありません。緩和医療に全力を尽くしてもらいつつ、そのような医療体制の整備にも力を入れてもらえるよう、私たちは国にも働きかけていきます。いや、素晴らしい活動しているじゃないの。これがどんどん普及してくれれば、以前の動画で見たような遷延性意識障害の患者さんを安らかに永眠させられることができるし、ご家族さんの身体的、精神的負担も軽くなるってもんじゃない。まあそうだな。会員数は2002年には10万人を超える団体に成長している。会員の約 80% が65歳以上だそうだ。実際このリビングウィルを医師に見せての結果はどうなの？ちゃんと効果はあるの？協会ホームページの発表だと、2020年では医療者に十分受け入れられたが 71%、 どちらかといえば受け入れられたが 24%、 つまり登録会員者の 95% はリビングウィルの効果を認めているという結果になるな。素晴らしい結果じゃない。つまり本人の意思がきちんと尊重されて成仏されていったということでしょう。そうだ。つまり人生の最終段階での医療においてちゃんと尊厳死を達成できたことになるな。素晴らしいわね。じゃあこの尊厳死協会に登録しておくのは、もう65歳以上で突発的に病に襲われるかもしれない世代は絶対に検討しておいた方がいいわね。それは間違いない事実だな。だがな、霊夢、このリビングウィルについてはまだまだいくつか大きな課題を抱えているんだ。どういうこと？こんな良いことなのに。先ほどちょっと触れたが、まず日本尊厳死協会が発行する、このリビングウィル、法的には、何の担保もされていないということだ。法的に担保されていない、法律化されていないこと？要するにこのリビングウィルってのはそれなりに権威ある人、知識人が集まったグループが勝手に発行しているだけの、ただの紙切れとも言えるんだ。例えばな、たとえ本人の意思が明確に反映されていても、土壇場になって家族、または親戚などの一人が、延命治療をなぜしなかった、なぜ見殺しにしたんだ、人殺し、とクレームつけられ裁判にでもなったら、医療者側は必ず負けてしまうんだよ。法的に裏付けられた宣言書ではないから、勝手なことして医療業務を怠ったということになる可能性もあるのね。そうだ。そしてまた別の問題もある。何度も言っているが、医療界はずっと延命治療主義が主流だった。医師は人の命を救う、病気を治す、治す、治す、という教育を受けてきたわけだから、家族からリビングウィルを提示されて、延命の中止を求められても、応じられない医者がまだまだたくさんいる状況だ。延命中止は医療の敗北と考えてしまう医師が多いのね。さらに延命措置の中止が、先ほど述べたように、正式に国の法律で守られていないとなると、いくら本人の意思だと言われても、どうしても中止をためらってしまう。いずれ実際に紹介するが、殺人罪で起訴された医師もいたしな。だから現在の医師は延命治療の中止は、決してやりたがらない。以前の動画でも話したが、俺の勤めていた病院の医師は、家族に中止を求められても、絶対に応じるわけにはいかない。なんかあったら警察が介入して裁判では絶対に負けることになるから、と言っていたよ。医師が延命措置を中止するのは、医師自身にとってまだまだ勇気がいるし、チャレンジなところでもあるわけね。今のところ尊厳死協会のリビングウィルは一定の効果を示しているかもしれないが、個人で書いた書面だったら、まず応じてくれないと考えていいと思うな。
お前らはうちらの治療方針に口出すなとさらっと拒絶されるだけだろうな。ましてや、単なる口頭で要望を伝えたとしたら、単純に拒否されるのがオチだろう。延命治療主義と、法的に認められているわけではないリビングウィルが、合致してうまく機能していない感じなのね。もう一つ大きな問題がある。それは、そもそも国民の、人生の最後に対する、呆れるほどの無関心さだ。無関心。無駄な延命治療には9割を超えるの国民が必要ない、と賛同しつつ、自分の人生最後の段階には、やたら関心がない。その証拠にリビングウィルの作成に賛同する人は多いのに、実際に尊厳死協会でリビングウィルを準備作成している人は、まだ全体の 0.1% だ。そりゃ少ないわね。個人で書面を作っている方を含めた、全体の調査だと9割の人が事前指示書に相当するものを作ったことがない。その数で教会リビングウィルが 95% の効果があると言われてもねー。この超高齢化社会もっと利用している人が、いてもいいのにね。アメリカではリビングウィルの保持率が 25-40% で、ドイツでは 12% というデータがある。延命治療がどうしても嫌なのなら、個人個人がその対策は練らないといけない状況ね。ましてや法的効力があるわけではないのだからね。ちなみに日本以外の先進国では、リビングウィルは先進国も含めて大体法的に成立している。つまり医師も国民も安心して尊厳死は可能となっている。日本だけが妙に曖昧な状況で、結果それが寝たきり老人を、量産することにつながっているんだな。日本って本当に遅れているわね。まあなぜ延命治療なる悪用が続いてしまい、寝たきり高齢者が増えるか、の理由はもっといろいろあるのだが、それはまた今度説明していきたい。この問題は、一筋縄ではいかなそうね。とりあえず、日本で延命治療を避けるには、会員費が年2000円かかるが、日本尊厳死協会に入会することだな。そしてリビングウィルを作成し、人生の最終段階の医療という状況を理解してイメージをしておくことが大切かもしれない。それが今のところ一番の近道だと言えるな。業界リビングウィルの効果は高いので、まずはそれしか方法がないわね。そしてもう一つ、家族ともし何かが起こった時に備えて、話し合いをしておくことだな。日本は昔から死はタブーな文化だからね、なかなか死について話し合うの苦手なのかもだけど、今後の死亡高齢者数の増加を考えたら、一度は、家族内会議はしておいた方がいいわね。あとはやっぱり法制化することなんだよな。法制化すれば、医師の終末期医療に対する姿勢もおのずと変わってくるだろうし、国民、特に65歳以上の高齢者も人生の最終段階に対する準備を積極的に始めようとする動機づけにもなると思うんだ。もう私が政治家になって、古臭い議員、エセ人道主義者を、次々と論破して法律を変えていこうかしら。霊夢がそれをやるのか、ちょっと厳しいんじゃないのかな。何言ってるのよ。私だってやる気が出れば、それなりに魔法を使えるのよ。魔法を使っちゃあかんだろ。まあその時はマリサもぜひ私の選挙を手伝ってね。俺はスイスへ逃げる。いや手伝えよう。ということで今回もご視聴ありがたき。